時間がなくなってゆく心もすり減ってゆく今日八つ当たりをしたのは時間のせいでも誰のせいでもなかった一つ一つ丁寧に生きたかったそれだけの32の冬友達は多くなくていいお金じゃないことを教えてもらったんだいつの日か分かり合えるのなら許し合える二人の今日がいいと思った一つ二つ何かを失ってくただそれが怖かった優しいだけじゃ優しい方がいい